長谷道場は山形県山形市長谷道にある中世の日本の城跡。山の形から亀が城とも呼ばれていた。長谷道場は山形城に居する最上市にとって重要な市場の一つであった。特に大玉地方にあった長い石を滅ぼした伊達氏との争いの中で重要な防御拠点である。1514年、伊達種宗が東城を落としたとの記録が、 長谷道場の初見である。この合戦により、もがみは不利な条件で和議を結び、伊達氏の風下に立つこととなる。歴史上、最も道場が注目されたのは1600年、関ヶ原の戦いと、ほぼ同時期に発生した慶長では合戦の頃である。当時、福島県藍津地方及び山形県庄内地方と大玉地方、合わせて150万国と言われた。 上杉勢は西軍に組みしており、東軍についた最上氏を制圧するため、現在の山形県大玉地方と庄内地方から、上杉影勝配下の名江加熱を対象として、最上寮攻略を図った。そして、その市場をことごとく改造、または落上させていき、山形城攻略のための最終的な足場確保のために、長谷道城を攻めた。 それに対し、もがみよしの幕下で地匠と言われた、志村らいずもりは、約千の手勢を従えて牢上思祖の攻撃に耐えた。また、長谷道城の山すの足場のぬかるみとなっており、この天然の溶害に戸惑い前進できない、上杉勢を攻め立て悩ませた。この合戦において、上杉勢は、溝口様之助、上泉モン等の猛将が打ち死にするなど、損害を出し、 戦が長引く中、石田三成率いる西軍が、関ヶ原で敗北したことで、上杉勢は、撤退を余儀なくされる。戦後、長谷道城は、坂光秀に与えられ、光秀没後は、この坂光重が継いだ。しかし、1622年に、最上騒動により、山形藩主、もがみよしが改役されると、幕府は、周辺諸藩に軍勢を出させ、各城の受け取りをさせた。 長谷道場の受け取りを担当したのは、皮肉にも軽傷であった。長谷道場は修行後、破却された。なおこの時には、金継はすでに死亡しており、軽傷も修行の翌年に没死した。長谷道場は、標高229メートルの山の頂上にあり、現在は、集落と水田に囲まれ、城山と呼ばれている。この山全体が、城市公園となっており、 山頂からは、敵将、直江兼かが本陣を置いた、菅沢山を俯瞰できるた山形城市を含む、山形市街と蔵王連邦を見渡すことができる。ありがとうございます。